大阪のシアターセブンに私の映画田中さんはラジオ体操をしないを見に来てくださった皆さん、こんにちは。シンガーソングファイターの田中です。でここは東京の虎ノ門にあります沖電機の本店の前です。毎月第3金曜日にで、ここで、パフォーマンスをやっています。毎月29日は映画の中でも言ってましたけれども、八王子工場の前で、座り込み、それからウィークでは毎朝8時前から8時半過ぎまで、長い時は1時間ぐらいいますけれども、八王子工場の前でパフォーマンスをやっています。今日はこの映画の本当はスカイプ中継を今日もやることを要求されたんですけど、かみさんとバス旅行に行くということで、この日はできませんと言ったら、ビデオメッセージを作れというふうに言われまして、それをここで作っていきたいと思います。この映画のおかげで、私の戦いだいぶ社会に知ってもらうことができたと思います。映画を配給してくださった皆様には感謝してもしきれないわけでありますが、若干人使いが荒いのではないか、なんと映画でライブを9回もさせられました。インタビューも含めると10何回出かけていって、全てノーギャラ。1回なんかは横浜、名古屋、大阪を1回で1日で回ってこいというふうに言われまして、64歳の老人に対する虐待行為ではないかという抗議をしたこともあったんですが、本当は私のような個人葬儀、人に知ってもらうことはとても難しいわけですけど、それがおかげで随分知っていただくことができました。今日はそういう形でライブをやっていきたいと思いますが、短時間で終わらせた方が編集しやすいですかね。それでは最初にアピール、日本語のアピールと英語のアピールを混ぜてやってますけれども、これは練習を兼ねてやってます。ギターの練習も兼ねてクラシックを弾いたり歌を歌ったりするんですけれども、だんだん人間横着になってきますと自分の家で本業を練習しなくなってきます。英語に関しましても今英会話教室やめてますんで、どっかで喋らないと喋れなくなる。そういうことで毎朝門前でも日本語のアピールに英語を混ぜて、たまに外人が通りますけども、私の英語のアピールを聞いて反応してきた人は今までいませんな。では行きます。周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えています。私はここ郵便局の建物の上階にあります沖電機工業株式会社を今から30年ほど前に開校されて、毎朝沖電機八王子工場の門の前で戦いを続けております田中哲郎と申します。 May I have attention please? I would like to appeal for ladies and gentlemen including from foreign countries. My name is 哲郎田中。 I was hired by this company 沖電機upstairs of this post office building about 30 years ago and have been strolling every morning in front of 八王子 factory's gate. 周辺の地域の皆さんには大きな音で大変ご迷惑をおかけします。 I am very afraid my loud voice may be a nuisance people living near here.しかしながら私の戦いは個人的な争い事にとどまらないと信じております。 However, I believe that my struggling is not only my personal conflict
現在の多くの日本の大企業の中では様々な人権侵害が存在しております。 There are violations against human rights in today's big Japanese corporations。 会社の労務政策を批判したとか、労働組合を自分たちで立ち上げた、あるいは会社とは関係のない市民運動や政治的な活動に参加している、そういういわゆる思想信条を理由としてそれらの人たちに対して会社が仕事を取り上げたり給料を減らしたり、さらには職場で孤立させいじめを行う、そういった企業が少なからず存在するのであります。 Such a people who establish labor unions or who criticize companies labor control policyOr not related with company, just only involved political activity or civilians activity, like as against nuclear power plants, get discrimination. Company take out their job, give a poor wage assessment, and isolated in the workplace and harassed. そしてもちろんこのような違法行為であります。これは違法行為を行う企業が政治家たちに金を送り、政治家たちだけではなく官僚や時には警察官や裁判所の裁判官までもが企業側に偏った不公平な行いを行う、そういう現状が存在するのであります。Of course, this act is illegal. Against Japanese constitution, it's declared freedom of thinking or beliefs. Such a company give the bribery to the politicians, and not only politicians, but bureaucrats or sometimes police officers or court judge also stand company side unfairly. そしてこのような金儲け主義が社会に蔓延していることが、今の日本国民、とりわけ若者たちが日本の国をより良いものにしていこうとする夢を持ち得ない、そういう現状を作っているのだというふうに思います。 And such a thinking way of the companies just only priorities against money undermine whole society, especially the young person can't have a dream establishThe countries which have our pride. 私の戦いの目的は、そのような状況を改めさせようとするものであるということをご理解の上に、ご協力をお願いしとる次第であります。So I ask you to understand that aim of my struggling is try to improve such a social situation. If you support my struggle, I am very happy.で歌います。映画の中であった風を今日は歌ってます。いないかと風が問いかける、諦めていいのかと風が問いかける、あなたの悲しさはあなただけのものではない、あなたの怒りは あなただけのものではない、歴史の壁に風は立ち向かって吹く、今は見えなくとも風は霧を揺らす、風になろうか風
風として生きよう。これはおかしいです。青空に舞い上がる緑圧の枯れ葉を吹き落としてゆく、あなたの戦いは風を運んでゆく、あなたの優しさを風が広げてゆく。虚しさも苦しさも風は包んで吹く。今は見えなくとも風は蘇る。風になろう、風として生きよう。海を越えて憎しみを乗り越えて。という感じで何曲か歌ったり、それからクラシックの曲を弾いたり、そしてまあアピールをしながら、ここ本店のことをやっています。30年前に沖電機が私を解雇してくれたおかげで人生が随分ハッピーになったというふうに思います。大体、会社を相手に戦っているというと会社を解雇されて恨みで、そういう行動をやっているんだろうというふうに思う人の方が多いと思いますけども、私の場合には恨みではない、理不尽を改めさせようとする行動で、根底には私は人間に対する愛があると信じております。だからこそ戦ってこれた。だいたい人を恨むとろくなことはない、まず胃が悪くなりますな。それに対して、人を愛する、まあ、言い換えるならば私は最近こういう言い方をするんですけども、まあ、神様に喜んでいただけるような行動をしている限りは人間ハッピーになれる。自分さえ良ければとか人を恨んで陥れようとするとろくなことはない。まずこの沖電機ですけども、大体神様が喜ばないような行為をたくさんやってきた。職場でいじめを行い差別を仕向け、そして裏では談合行為を行い、その結果どうなったかというとだん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 今景気が悪くて小さくなっています。ここ沖電機の本店も今この会社の周りに沖電機という字は全然ないんですね。今その状況をちょっと見せましょうかね。よし、これが今のお天気の周りの状況ですけれども、虎ノ門、東京の中心地です。ではありますが、ここ郵便局の建物の隣ですね、ここが沖電機の入り口になってます。ここ以外ないんですね。どこにも沖電機という字がありません。このビル上に上がって見てみますと、まあ、随分高いビルではあるんですけども、全部が沖電機ではない。そして何しろ沖電機という文字がどこにもないという状況であります。そしてあそこに立ってるおじさんはですね、このおじさんは私の担当さんでありまして、毎回私がこの沖電機の本店に講義に来ますと私に付き添ってくれていろいろ面倒を見てくれる人です。一時期愛宕というところに移動にこの沖電機が変わったんですけども、それからこちらに戻ってきた時、どこにも沖電機の門が看板がないので分からなかった。そしたら彼が、田中さん、ここ
わざわざ場所を教えてくれた、そういう魅力のある人であります。こういう状況が国電機の周りにあります。向こうの方に行きますと裁判所とかありますね。高等裁判所あります。ちょっと中に入ってみましょうかね。ここに沖電機という文字があるんですけども、沖データとかありますね。沖電機上の方は他の会社です。中にどんどん入っていきまして、エレベーターの入り口です。ここにも2階から6階までが沖電機ですかね。7階が沖データ、その上は沖電機とは関係のない会社。ここは毎朝やっております八王子工場の門前です。今日は3月23日ですね。映画の中で出てきました私の看板です。実は2本あります。ここにも1本あるんですな。これが正門の前です。私は会社から解雇されましたけれども、このように元気に人間らしく生きることができている。それに比べて差別やいじめを行ってきたこの沖電機は今こんな状況で、敷地の3分の2が解体されてしまっているような状況です。今その内部もお見せしたいというふうに思います。今日はCD を、私の CD をおはよう、売ってます。この CD は何年か前に大分県でこの CD を聞いて、ちょっと9度、今朝は9度だそうで、昨日は4度で、随分気温が高くなってきました。冬の間はとても寒いとこです。氷点下にしょっちゅうなりますね。何年か前に大分県でこの CD を聞いて、自殺を思いとどまった人がいるという伝説の CD です。17曲入っていて、1000円、17曲私の語りも入ってます。ぜひ帰りにお求めください。では1曲歌います。するもののためにと自分を偽って転勤に応じたあなた、バラバラのあなたの家族は本当に幸せでしょうか。人らしく生きよう、おはよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて
あなたはもっと強い、綺麗事では生きてはいけないと、いじめる側に回ったあなた、会社の中にあなたの心の友はいますか。俺には関わりのないことだと、見て見ぬふりをしているあなた、会社の中のあなたを子供に見せることができますか。人らしく生きよう、人らしく生きよう、あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い、長いものには巻かれるしかないのだと、人生を決めつけているあなた、戦う人ほど人らしく生きれることを知っていますか。人らしく生きよう、人らしく生きよう、あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い、あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。最後に偉そうに人生訓めいたものを言わせていただけるとすればですね、まあ、人間自分さえ良ければという生き方しててろくなことはないです。神様仏様が喜ぶような他の人のために何かできるかという生き方をしなければ、結局はその時はいいように見えてもやがて自分の首を絞めてしまうんだろうというふうに思います。私は他の人から見れば会社から解雇されて不幸のどん底に落とされたように見えるかもしれませんけれども、とても充実したいい人生を送ることができたというふうに思います。世の中の理不尽なこと、それから目をそらさないで生きていかないとやがて自分たちがひどい目に遭う。今度の原発事故はその教訓だと思います。私もこれからあと何年やれるか、もう64ですから、まだ64と私は考えてますけれども、そう簡単にはめげない、ここに立ち続けて、頑張っていきたいと思います。皆さんも皆さんのそれぞれの生活の中でやるべきことを目をそらさないで頑張っていただきたいというふうに思います。共に戦いましょう。